スペシャルハート、ありがとうございます。まあ、下味とかつけないでこのままやっちゃうか。ありがとうございます。はい、これをサイコロステーキにしちゃいます。まあ、2パックあるけど、とりあえず1パックで作ってみるか、焼いてるか。とりあえず試してみる。何するの？何するの？おっ、もう2つだね。これ絶対うまいでしょ。まずいわけだね。まずい要素が一つもないから。うまいよ。いや、だからじゃあ歩かないでよ、後ろ。まずい要素は一つもなく、うまい要素しかないんだから、まずいわけない。跳ねてるよ、たくは。たくは。フライパンすら、ま、あれをまっすぐ真ん中に乗っけるんだよ、火の。ずれてるよ。バカだな。火が真ん中にいるのが普通だったよ。何やってもできない。あ、宝石座ってたら25個。おまけのやつか。おまけ疲れた。もうすごい疲れた。困ったな、疲れてた。あと行きたくないな、おごとで。おごとで、明日電話するのおごとで。どうしたらいい？これがおごとで。火が強いっすか？こんな結構弱火ですけどね。これね、塩コショウもいいし、わさび醤油もいいな。ステーキソースもいいけどね、ステーキソース多分古いのしかないかな。わさび醤油と、あれかな、塩コショウかな。これあんまり焼かない、ちょっとレアのが絶対美味しいんですけどね。一応スーパーのだから、とってもちょっと火取っといた方がいいかな。これ新鮮だったらね、レアな方が絶対美味しいと思うんですけど。まあ牛だから大丈夫だと思うんですけどね、そんな。すごい、やっぱ肉から脂がすごい出る。牛脂なんてもらってきてないです。これが牛脂の代わりになるからね。めっちゃ脂乗ってるんで、霜降りしちゃってるんで、この肉から脂めっちゃ出てきてるし。いや、疲れた。
もういいかな。こんなもんでしょうね。かなり油が出ました。ちょっと画面上映り分かりにくいか、ああ油出てるの分かるかな。すごい油の量です、ね。なんか野菜添える野菜とかなんか思いつかなかったこれ。ネギあったよ。あネギあったね。ネギ。前か。見てこの油の量。油敷いてないからね。この肉から出た油。これ かける？かけない方がいいか。かけない方がいいじゃんだよ。この油なんか使えよ。この油でなんかチャーハンとか作ったら絶対美味しそうですね。来ました、サイコロステーキ。疲れちゃう。かけるのこれ、まあ、塩コショウとかわさび醤油とか。わさび醤油なんかまだね、まあ、味ついてないんで。いや美味しいんですよ。いやだよ、俺は食わねえで。ステーキソースとかもありなんですけど、ステーキソースないんですよ、古いのしか。あるよステーキは。多分古いからさ。いやねえよ、知らないか。あ、ニンニクとかもあるな。いいよ、ニンニクなんか臭いから。塩コショウでいいんじゃないの。塩コショウパターンもいいと思う。かけてみるんじゃないですか。わさび醤油いらねえだろ。うん、わかったわかった。わさび醤油パターンも。めったにおばさんじゃねえよ、洗わないんだから。じじいの洗ったせいでよ、またおめえの洗うんで。やだよ、もう疲れて。もう寝せてよ。グルメじゃないな。どういうことなんだよ。わさび醤油で肉食うと美味しいんですよ。おせえ、いらねえよ。まあ、寄せたのがグルメじゃないもんね。そんなじゃねえよ、あんたおことで。グルメなんて言ってらんねえよ。やっと棺桶は減るようだ。いや、今送ってもらってもいいや、竹から。ちょっとわさび濃すぎたな。はい、わさび醤油。終わったら換気扇消してくんねえ、うるせえから。なんで連携したの、バカ。あ、ちょっと待って。バカ。バカだいな、やることなすこと。なんかおことえたんで今。おいす。おことなかったかよ。大丈夫です。何、俺はいらねえで。悪いけど、え、腹いっぺなんだから。そうなんですか。もういいよ、ガチャガチャ。靴は虫が、靴は虫みたいな付き合いしてやがって。ちょっと置くとこがあんまないんですけど。じゃあちょっとここ分けて。みんな俺の金で買ったんだね。何でもしたのかね。じゃあこっち塩コショウでいってみます。あ、前田さんありがとうございます。はい、塩コショウパターン。こっちはわさび醤油でいきましょう。今食べるよな。いいよ、美味しいか分かんないけど。いいよ自分で食っていいから。じゃあいただきます。人のおせちしないで自分で食えばいいでな、腹減ったら。うん、うまい。物足りない。なんかこれ以外になんか欲しい野菜とか。ちょっと物足りない感はあるけど、でもやっぱ美味しいです。まあちょっと硬いぐらいで美味しいです。なんか野菜かなんか欲しい。なんか足りない。だからこれキムチとか買ってきたら正解だろ。うまいけど、なんか物足りない感がある。どうよ、せいさん。どう、何がなんか野菜かなんか欲しいよね。なんか足んない。いや、まずくないじゃん、でも。
美味しいけどなんか足んないよね、やっぱキャベツあるやん。キャベツか。でも味はどう？まあまあだ。いや、まあまあ、おいしい。あれ、どこ寄せなの、ドーナツは。あれ、ドーナツはやめよ、んなま年間ここに。ありがとう。もういいよ、疲れるから、はい、うん、はい、ということで486列の方、457ナイスからスタート。さあ、吉田さん、お願いします。はい、ナイスが増えるぞー、おーミスタードーナツ。はい、ミーさん、ありがとうございます。ナイスが増えるぞー、おーミスタードーナツ。はい、ナイスが増えるぞー、おーミスタードーナツ。はい、ナイスでケーキをあげてけ、あげてけ、あげてけ、あげあげ、お、470。さあ、500ナイス目指しましょう。あげてけ、あげあげ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 、あげてけ、ナイスをあげてけ、あげてけ、ぶち上げ、ぶち上げ、はい、ぶち上げ。さあ、479ということで、はい、ありがとうございました。よし、食べよう。ちょっと簡易バージョンになってる。ちょっと増えましたね。お、483、あと17ナイスで500ナイスですよ。じゃあちょっとこれわさび醤油パターン。あー、美味しい、おしゃれ。この油がね、結構多いんで、肉はね、わさび醤油が食べるとこうね、ゆっくりするのよ、結構。食べてみて、わさび。いいよ、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 美味しくない。ほら、どう？美味しいでしょ。あ、ガラポン、ありがとうございます、4等、ボーナス30ポイントは。ああ。この、キムチとかね。もういいで、ほら。キムチとか。あ、ワニで KP、ありがとう。水のプラセンターかな。ありがとう、これ。ありがとうね。カップルが良い。ここにオニオンソースがこれありますね、こういうステーキ系は。うん、まあうまいっす。なんかもうちょっと物足りないっすけど、まずくはないっす。普通にうまいっす。俺まあまあ食ったからよ。なんだろう、何が足んないんだろうな。野菜かな、やっぱ。ああ、もっと食べたいの。いいよ、もうこれ、これがいいやな、油があるから。これが、これが油があるべよ。これ油、わさびだよ。あれ、わさび醤油、美味しいんだね、やっぱり。美味しいんじゃない。わさび醤油美味しいんじゃない、あれ。あれ、わさび醤油美味しいっすよね。油が多めのこういうね、やつはね、わさび醤油で食うと結構美味しいんですよ。うん、アジサイってこれやねんじゃ、こんなこと言ったら。うん、あ、いい、うまい。アジサイ言いたいこと言ってるよ。うん、今ご飯いらない。あ、ご飯いらない。ママの食いたからねえよ、もう。あ、そう。もうこぼすからよ、こぼすから。あ、大事だ。大事だけだよ。ありがとうございます。カモケでも送ってもらわなくてもう終わりだよ。味付いてないっすよ、こっちに。塩コショウついてて、こっち味付けてないんで、うん、この肉うめえな。うん、カレー用のやつはあれなんですけど。お、カレーの。そうや、カレー用のやつ。うん、うまいよ。それをサイコロステーキにしてみました。うん、油が乗ってうめえな。そうですね、しかもちょっと安かったっす、あの賞味期限近づいてたんで。2つ買ったん。ちょっとだけ安いだけですけど、2つ買ったん。うん、うん、おい、飯食べたよ、ね。おい、こっちはかかってるの。かかってますよ。いや、あ、それかけたいんだったらそこにあるんで、かける。あ、いいや、油うめえな、やっぱりな。
もう腹が鳴ってるよ、グーグー。あ、そうっすか。腹が鳴ったよ。うまいやな、確かに、うん、油だからうまいな、確かにな、こういうのなんか野菜が足んないよね。野菜焼きなのかな。美味しいんですけどね。あ、キャベツが一つ買ってあってってなった、うん、まあ今から焼くのめんどいですけどね。もういいよ、うん、レバー食う。レバーもあるよ。まあいいよ今日は。そう、まだ持つべまだ持つべ。まあでもご飯食わなきゃレバーぐらい食うんじゃない。あー無理、もううんと食ったから。同じ肉だ、あ、同じ油肉だけじゃきついじゃん。なんかいいんだよ別に。あ、ほらこのちょうどこの油でレバー焼いたら、まあ、だから臭くなっちゃうべ、これ入れたら。まあね、これだったらキャベツとかじゃね、あれなんだっけ、炒めないべ。あ、でもレバー、レバー入れたら臭くなるよ。1個だけ焼いちゃいましょう。でも焼かなく、またあれだべ、フライパン洗わなくちゃだべ。いや、いいよそれ別に。俺洗わないかんねよ、俺ごとだから。もうダメだから、おごとだ。この油肉だけ食うってのはちょっときついじゃん。なんかレバー系も食いたいじゃないですか。レバー焼いていきましょう。じゃあレバーも焼いていきます。換気扇。おい。では焼いていく。どうしよう。じゃあそれ、これの皿でいい。いいよ。じゃあここにどかしてちょっと寄せて。ダメだ、俺動けねえから。もう疲れちゃったよ。味付いてないのもあるんで。いやねえよ、これかけるから。いやそれ美味しいんじゃないですか、お酒醤油。なんだっていいな、味が付いて。おごたなんだよ、今日は体調が。わさび醤油でね、食べるのはね、美味しく感じない。大人の味覚だと思います。これ昔わさび醤油で食っても美味しく感じませんでした。十勝牛の油で焼いたレバーという、まあ、これはこれでありだと思いますけど。はい、なんて、なんか言いました。食いすぎ。ありがとう。寝ながら食べないで。寝たってんじゃない、別にな。ダメなんかいないじゃん。
大ごとなんだよ、今日は。明日どうすんだ、ぜひ休み。休みせんべいじゃない、大ごとじゃ。なんでそんな大ごとなんだ。残念な。ありがとうございます。ポンポンありがとう。ポンポンありがとう。うん。黒ミルクちゃん、ナイスタッチ、ありがとう。はい、ありがとうね。おごとだね。ポンポンさん、こう、ありがとう。いつもミルクさん、ね。気をつけてね。ありがとう。ありがとう、ね。ありがとうございます。ね。店長ふいちゃん、これはさすがにわさび醤油。塩コショウかな。ありがとうね。はい、よくない。塩コショウを焼く前に振らないのって、トマトちゃんたくさん食べて食べようってね。うん。どうぞ。いいよいいよいいよ。いいよ、どうすか、お味の方は。レバーたくさん食べないじゃないですか、血がないから。血もねえし金もねえよテレビもねえ、ラジオもねえ、何もねえお米の方はどうなのって爽やかちゃん、うまいよドーナツ、ドーナツ、ドーナツしつこいかうまいよ、うん、うまい、うん、うまいよ。もうちょい塩コショウかけてみよう、うん、気持ちいい。ちょっと味濃い方が美味しいですよ。止めれよ、うるせえやありがとう。お味はどうって、美味しいよ、めちゃ笑う、うまそうだってね。トシカオさん、寄せさん、皿が足りないから鍋でーって、おい、ざらくなよ、海藻を返しようと言わせてもらいます。ありがとう、秘密の盛り上げ盛り上げ、あれ応援だ、七日の日弁当盛り上げ隊さん、こちら応援だ、ありがとうございます。応援だ、ありがとうね。あ、まあ、大好きなサイダーもありますよ。いや、ほら、こんなにはいらない。サイダーいらないですか。いらない、いらない、もう、あ、そう、十分で、でかいな、これな、もっとちっちゃいな、ねんか、でかい、ほら困ったな。うん、なんならレバーの方がうまいね、これそうかな、うん、昼間これレバー売ってたの、うん、珍しいな。売ってる時と売ってないんだけどさ、レバーもなんか鶏レバーとか豚レバーしかない時あって、牛レバーも最近見ないです。前あったのに、うん、ほとんど豚か鶏しかない、うんうん、なんかこれだけだと物足りないんですよ。なんかレバーだったらもうこれだけで完結しちゃってるんですよ。なんか完成してるっていうか、物足りない感がない、あ、これはレバーですね。大ごとなんだよな。これはサイコロステーキですね。大ごとね。
まあ、カレー用の肉を焼いてカレー最高ステーキにしてみました。まだ1パックずつありますよ、食いたかったら。食いたかったらやります。これは何レバーです、みれちゃん。うん、そうね、うん、ご飯いらないですか。ご飯いらない。あ、そう。ハゲは黙っとけ。これはね、できんな、これな。できんもんね。手で食ってますね。手で、箸は挟めねえんだよ。箸は使えねえんだよ。ネアンデルタール人ですか、吉田さん。箸は使えねえ。字もかけねえ、手が震えて。インドとかの種族ですか。インドとかの民族。スプーン方向はもう今更遅いでしょ。もうあとこんだけしかない。手どうせ汚れてるんだから。吉江さんはこれだけを食べるためにフォーク出したら、フォークを汚して洗わなきゃいけないことのが絶対ネックですから。ありがとうございます。こちらなんだアイテム、ありがとう。ありがとうございます。レベントさん、ポンポンさん、こうありがとう、ありがとうね、うん。デザートに今日買ってきたちょっとこの変わったプリンもあります。まさくんすごいね、まさくんだって。あ、私も食いたくない。悪いけど、はい。店長ふいちゃん、お金使いすぎだってね。あ、応援になります。まあ、料理っていう料理ではないですけどね。ぶっちゃけこれ焼いただけなの。全部料理ありがとうって。応援だ、ありがとうございます。焼き鳥とかもありますよ、いらない。もう焼き鳥食えるレベルじゃねえよ。もうお腹いっぱいですか。大ごとで。今日は大ごとやね。眠ったくてずっと寝てたんだよ。あんたペットボトルいつ置くの。あ、公会堂に。安西先生、バスケがしたいです。怒らないですよ、ね。ね、ペットボトルちっともっちゃだね。買い物行くけど。あ、投資家王さんから花火いただきました。 ありがとうございます。投資家王様、お前がお前がお前がアラブの石油、 Windows、 ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマネシティ。花火ありがとう。花火ありがとう。投資家王様ありがとうございます。ありがとうございますね。もう食えないですか。もう食えないな。あ、そう、これ食っちゃおうか。うん、これ全部俺から。あらら、プリコさん、あー、10倍しかも。ありがとう、プリコさん、ありがとう。これ10倍ってのは、イベントポイントが10倍になるんですよ。お前がインドでビーチ、ちょっと待って、しょんまのへん。こちら、エール花火ブリコさん、ありがとうございます。しかもね、ありがとうございます。ボーナスって言ったら、その換金できるポイントが10倍、出るのよ。これは、イベントポイントの倍率だけだけど。わかんない、私。倍になるんでしょ、とにかく。今、こう、争ってるイベントのポイントみたいな。換金できるポイントではないですけど、これはね。うん。なんか分かんない。なんか1個買うじゃないか。あ、もういいや。いらない。うん。何食え、覚えてない。
あれ、口直しの。いいよいいよいいよ。口直しの。いいよいいよいいよ。ミルクがもういいじゃん。やだよ。お口直しのぬか漬けでした。だから完食だ。あとスープだけですね。全部俺が片付けるんかい、これ頭痛いで。お、ナイス、504いってましたね。ありがとう。ありがとう。この今日ちょっと買った滑らか寄せプリン、ちょっと特殊なプリン。あ、デザート、デザートのお時間よ。いらねえよ、めった使わないで。さっきのスプーンがあるべ。やだよ、めったスプーン使っちゃ。いいで、私いいからね。もう自分で食ってくんないね、いいから。悪いけど、うん、うまい。いいけど、俺はいらねえから。ちょっといいっつうのよ。おいしいっすよ。言ってんだよ、うるせえな。うん、うまい。カラメルがないんだね。これカラメルあったら美味しいけどね。ヤマさん、デザート。ほんと嫌なんな、こんだけ散らかして。また行っちゃうから、俺片付けないで寝るかんね、もう。おいっす。ほら、デイサービス行くんだから。大丈夫です。俺片付けられないからね、こんなに。冗談じゃないよ。お買ってこんだけ出して。いや、これゴミっすね、今日これ。いいんだよ、そこきゃ、うせえな。そこきゃいいんだよって、よしえさんが片付けさせないで。だってこれバカバカ打ち上げたら臭いで。いらないって言わねえ、クンス。打ち上げる順序があるんだよ、バカが。いらないって言わねえ。人の金で何でも買ってきやがってよ、この野郎。ムカつかいな。てめえの金で買うよな、働いて。金はてめえの金で買うんだよ、バカ野郎。あ、うるさい。もう焼く食べた。今洗わなくても、デイ終わった後に洗い物待ってるよって。そう、大沢ゆかちゃん。ほんと。あ、ヨヨちゃん、ギャー、笑うって、ね。笑う。米を見えって。うん。で、こちら、慎吾さん、ただだったら、好感度上がるよって、妖精さん何食べてるんって。私プリンだよ、プリンね。青沢さん、妖精さん、だるそう、大丈夫。もう逃げたで、逃げたよ。たまったもんじゃねえよね。自分が飯食うためにこれやったんじゃねえの。頭いくるよね、頭いきない、これ。って、逃げた、笑うって。そうでしょ、早く分からんかったってね。ふーちゃん、はやーってね。パンパンちゃん、はやー、食べなよってね。ひどいね、これね。こんな食いたくねえで、こんだけ散らかされてさ。フライパン使われて、やかんの油だらけ。パックがこの辺にいっぺんほっぽってある。これで、じゃあ食いたくねえ、私は。自分の体が大事だよ、大事なもの。これはないで。
奥さん、よたようだよってね、どうでしょうね、まさかのってね、どうでしょう、ひどいね、これね、困ったね、私の体の具合の悪いの分かんないかね、考えられない、自分が腹いってるからやっただけだよ、どうでしょう、ひどいよこれ、カップまで使ってさ、こんなマイメロン、こんなもんね、ぶち壊してやってよ、こんな幼稚なな、38で、こんなマイメロンなんてバカじゃないの、笑うわ、ほんとに。で、バカだよね。慎吾さん、プリン食べないのって、うん、置いてったね、マイメロン壊さないで、ってさ、わら、壊したいよ、こんなの。趣味じゃないよ、私、悪いけど。こんなマイメロンなんて、こんな。小学生が持つようなこんなヨタクズみたいなカップよ笑うわマイメロチンゴ守り神だよってそうなのクエクエバルバルよいしょありがとうございますあよいしょありがとうねあのこれ全部鬼片付けさせるんかいひどくねえかよ。ああ、行っちゃったね、本格的に。もうやだよ、これ片付けるの大事だから。どうでしょう。これはひどいで。違う？ねえ。さあ、食べてって。ありがとうね。こんな残しちゃダメでしょ。うん。ああ、大事だ。大事。ありがとうございます。こちら、ふわっちょ応援団、ありがとう。七瀬のイベント盛り上げたい様、ありがとうございます。バーって、ズンベラボーさん、イベント盛り上げたい様、ポンポンさんこ、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。うん。ラスボーさん、ポンポンさん、こう。ありがとう。ありがとう。パンパンさん、パチパチ。ブリコさん、パチパチってね。うん。ありがとうね。うん。ああ、困ったな、これだけ。また片付けってそうよ、ポニーテールちゃん。この始末。ねえ、すごいね。あとパックもいっぱい向こう置いてある。参っちゃうね、これね。片付け。義母愛子さん、ナイスしましたって。ありがとう。ほんと、ね。組んだーなってね。お皿汚れてるから、それ、舐めるって舐めないよ。油だもん舐めないよ。油なんか舐めたら大変だよ、あんた。ね。大事だよ。コロスケさん、息子は。でね、うん、ポンポンさん、こう、ありがとう。せがれ自分の部屋行ってよ、もう。うん。あつこめって、ありがとう。あつこめの方、ナイス。よろしかったらナイス。よろしくお願いします。ハゲに片付けさせようってね。こうでしょ、うん。これきちんとね、片付けなきゃダメだよね。それまでが仕事だよね。そうだよね、うん、だから怒るんだよね、うん、ゴーデンキャレラックさんありがとうございますポンポンさんこうありがとうバーガーありがとうございますゴーデンキャレラックさんバーガーありがとうございますありがとうございますねイベント盛り上げたいさんポンポンさんこうありがとうございますありがとう、うん、ゴーデンキャレラックさんもこちら、ポンポンさんこう、ありがとう。ありがとう。あ次、アイス。アイス食わないよ、寒いもん。イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこう、ありがとうございます。ありがとうございますね。これ、私こうやってたらいつまでたっても片付かないよね。一緒に片付けしてほしいね。
せめてって。そうですよね、パンパンとはね。ひどいよね、これね。ひどいでしょ。みんな置きっぱなし。ね。箸もいくつも使ってんの。もう嫌になってくる。ね。てめえで一つのも洗ってみろって言ってよ。見て。ね。腹が立つよね。ほんと。ムカつくよね、こういう子。何もできないかね、自分でやったことに対して。ね。ありがとう。10枚ポンポン。ありがとうございます。イベントさん。おきっぱいだよ、あの子は。ってね。ブリコさん、ヨセさん、お片付けのする間はせめていてほしかったねって、そうだね。私が片付けるからここにいてほしいよね。ドナルドさん、こちら。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうね。疲れたね。これじゃ参るね。明日でなのにさ。参っちゃうね。あんな子いねえで、ほんと。ここまでクズ野郎だよ、あんた。こんなもんいらねえやな。ほら、みんなほら、次、つけ、置きっぱで。作んなきゃいいじゃないね。飲まないんだらね。そう思わない。飲まないんだら作んなきゃいいじゃん。そうでしょ。ね。何でも買ってきてさ、ひどいよ、本当にね。関正恵さん、おばあちゃん疲れます、お疲れ様ですって、ありがとう。初コメってありがとうね。初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いしますね。ありがとう。ちゃんここれさん、あ、ポンポンさん、こう、ありがとう。こんな参り物、こんなの可愛くねえよ、こんなもんいらない、私の趣味じゃないよ、こんなの。みっともねえ、こんなの。こんな重てえやつでさ、こんなよく恥ずかしくねえよ、こんなんな。私の趣味じゃねえよ。二人は努力ってことがないね。ひどい人生だって。そうでしょ、ポニテラちゃん。すごいよね。これ全部私に片付けさせるんだよ。ひどいと思わない？ね。すごいでしょ。私、この二人に物やってもらわないで。みんなの私やってるようなもんだよ。みんな。ほんで明日で行くのにさ、くさびちゃうね。疲れるで私。ほんでさ、いまだにさ、ペットボトル片付けないよ。もう前からずっとね、ペットボトルずっと、また暇見てね、ロール剥がしてね、ラベル剥がして、蓋取って、みんなね、袋に詰めとこう。それでも持ってかないよ、公会堂。持ってけばいいじゃん。毎日遊んでんだからね。ダメだね、あの子はもう。終わりだよ、もう人生。ね。こんなことができなかったら終わりだよ。さくひめさん、料理、あれ、ごめんね。ああ、疲れた。食わないもんは作んなきゃいいと思わない？こういう、つゆとかさ、自分で飲まないんだから。もういいよ、くたびれたな。やだよ、こんなの洗うの、私。大事だもん。もうやだよ。私、みんなの片付けばっかりだよ。いつもあの二人楽してんだよ。こんな人生ある。こちらイベント盛り上げたしさん、銀のメガホンさん、こうありがとう。イベント盛り上げたしさん、10倍ポンポンありがとうございます。
ワンちゃん肉は硬くなかった。もう大丈夫だよ。うん、ゴミだ、たまるねって、そうね。プリコさん、ヨセさんばっかりだ。そうでしょう、わかるでしょう。ね、二人は楽だよ、毎日。うん、こんな人生ないで。うん、相原さん、体、いかんつけながらペットボトル、あ、浮いちゃってくれたって、前ね。うん、ワンちゃん、明日デーなのに片付け押し付けられ、最悪だね。そうだね。さくひめ様、料理って片付けまでが料理だと思うんだけどってね、片付けしながらね、料理すると思う。そうだよね。うん、本当だよね。うん、お姫様ね。うん、本当だよ。やっぱりね、片付けし終わるのが料理だよ。ね、やりっぱなし、なりっぱなし、こういうのダメね。うん、ペットボトルでも何でもそう、みんな置きっぱなし。うちの中豚小屋ですよ。うん、私はちゃんとね、そうだ、飲み物買ってくるなって言うんだよ、ペットボトルね。そうでしょ、ね。うちゃれねえんだら買ってくるなって言ってね。ほんで自分のね、自動車から降りるとね、自動車の下にね、いろいろね、うん、レシートを売っちゃったんじゃない、自動車に落っこちてる、庭にいっぱい落っこってる、白いんが、なんであの広い、なんかね、みっともないよね、庭にレシートが落っこってたら、もうね、うん、ダメな子なんだよ、最初からバカね、美味しかったって野良たぬきさん、うん、うまいっちゃうまいけど片付けが良いじゃねえよね。桜姫様、うちはペットボトル置きっぱなしの時はいつも片付けてるのが決めさせるって、そうなの、いつまで、いや、あ、いつまでに片付けるってね、よう決めるんだよね。それはそうだね、ひどい子だよ、38だよ、私もう幻滅だよ、ほんと。うちの中豚小屋、すごいもんだよ。慎吾どこ行ったんって、部屋に逃げた、もう、みんな置きっぱなしだよ。ね、嫌になったよ、あそこにもいっぱいあるからね、パックが。もう嫌気させてきた。ね、これは人生じゃないで、ほんと。恐ろしいな。舞ちゃん、何そうしましたって、ありがとう。いつもありがとう、舞ちゃん。うん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうございます。ブリコさん、困っちゃうですか。困っちゃうんですね、って、そう。泣くってね。みかんちゃん、携帯置いて逃げたのって、そうだよ。ここにあるでしょ。そう。ね、そうだよね。あらーってね、セプテンパーさん、ペットボトルきれいにして捨ててよねって、きれいにしてるよ、ラベル剥がしてゆすいで、蓋取ってね、みんな袋入れとくのよ、それを持ってかない、いつまでたってももうずっとだよ、こういう子いる、家庭のルールとか決めると良いかもって、そうだよね、ルールをね全部私にやらせられちゃ困るよ、私、そうでしょ、みんな食べればカウンター置いとくんだもん、誰も片付けないよ、私はさ動けないからね、あ、そうなん、ありがとうね、ありがとうね、イベントさ盛り上げたいさ、ありがとうございます、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こう、ありがとう、セプテンバーに気をつけてください、ありがとうございます、アンチだって、あ、なおちゃん、ありがとう、ふわっち応援だ、プレゼントって、なおちゃん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こう、ありがとう、こちら桜姫様、ペットボトル片付けないなら飲むなと、強気で言えば